皆さん3連休どうやって過ごしました？配信しようって思ってたんだけど、急に広島の原爆ドームを見に行きたくなって日帰りで行ってきた飛行機乗って姉ちゃんと一緒にさ、姉ちゃんにさ、日帰りで広島行こっかなって思うんだけどって寝る前に言ったらさ、広島？じゃあお姉ちゃんも行きたいって言うから行きましたもっと面白い話をすると、その後即帰る予定だったの。でも、もっといろんなとこ見たくなって、厳島神社は行ったことあったから、出雲大社に行ってみたくなったの急に出雲大社に行くのにはどういうルートになるんだろうって思ったら、そう、島根ね、島根電車で4時間とかで、なんかその広島と島根の間に山があるらしくて、一回その大回りしないといけないらしいので、何が行くとしたら何が一番近いかなってなったら、まあバスだったわけ。でもバスを今から取るっていうのは無理だから、日帰りしたいから無理だから、あ、タクシーで2時間くらいってなって行きました。タクシーで2時間、いろいろ見て回ったらもう12時とかだったの、全部が終わっても。だから今からなら行けると思って、いくらぐらいかかりましたか？ね、54,000いつも皆さんが支えてくださるおかげでこんな無茶ぶりができますうんちゃんホクホクよ。いや、思うやん。でもね、広島でタクシー捕まえるのが一番大変だった。乗る前に、出雲大社までお願いしたいんすけどつって、あー、ちょっと他を当たってーって、2、3件ぐらい他を当たってーってなって、最後にタクシーのうんちゃんが、いいけどみたいな連れてってくれた。電車で行った方が安いんじゃないですかって言われて、でもそしたらちょっと時間かかるかってなって、これからも好きなことしてくださいね、ありがとう本当にありがとう。やっぱうんちゃんも行ったことなくて、タクシー代ありがとう、タクシー代ありがとう、タクシー代ありがとう。いや、本当にタクシー代じゃん、本当にタクシー代だ、ありがとう